様、何とかしてください。構想を食らうと永遠の命を得られるという誠のことか。それも今わかる。では早速食らうとするか。何やつだ。闇を憎む者、いいえ、者たちかしら。女が一人で来るとはいい度胸だ。しかし我らを舐めてもらっては困る。女一人？先ほど言ったはずです。ここに来たのは闇を憎む者たちと。ザコはもういいよ。どこにいるんだい、お前たちの親玉は。おざけ。こんな戦い、さっさと終わりにしなきゃね。この大地は光によって作られたはずだ。いつ闇は生み出されてしまったのか。研ぎ澄まされた闇の繊維は死の香りに包まれる。明日をも知れぬ命の灯火に己の死に顔を照らし出すの。闇には死が溢れている。悲壮感など存在しない。切り裂かれた体より吹き出る血は新たな自由を楽しむかのように光の中を踊り狂う。人は闇を恐れ、闇より逃げ延びるためにたやすく理性を吐き捨てる。同じ空間に生きるから戦うのか、魔族と人間、お互いの存在を許さない。どちらかが死に絶えるまで戦うのだろう。死をむさぼるんだ、この世は。闇の住人の目。私の体に流れる半分の血は忌まわしき闇の血だ。闇の血はこの世を狂った心で埋め尽くそうとしている。しかし私は残り半分の血で必ず闇に打ち勝ってみせる。できっこない。そんなこと絶対にできっこない。いえ、これは一人の仕業ね。強い男、一人の仕業。闇の住人退治万歳。ええ、今は見てきました。そうですか、この町のダークストーカーズもすでに倒した者がいるのですね。ええ、
確かにそちら様に闇の住人の退治を依頼はしましたが、何分もう片付いてしまいまして、ですのでお代を支払うわけにはそんなこちらもやってもいない仕事の報酬の話をするつもりはありません。ただ兄さん、お教え願えませんか。その男はどんな男でしたか。そうですな、大きな剣を持ち、その肩からまた大きな数珠を下げていました。ん、数珠、僧侶物静かな男です。さすがお坊様だけに無償で戦っていただけました。このことが我々にとっては一番の喜びで、いや、闇の住人がいなくなったことがもちろん最大の喜びなのですがね。まあまあお待ちなさい。仕事はなくなったが今夜はもう遅い。いやで、どうです、この平穏になった町でゆっくりしていっては。闇の住人が居座っていたおかげで町には一人も女がいない。どうだろう、しばらくこの町にとどまってはいかがかな。そうだ、夜はまだまだ危ない。今夜は一緒に楽しくやろうではないか。ご遠慮いたします。か弱き乙女にとってこの町は今も十分危険を感じます。失礼。女、怪我したくなかったらおとなしく言うこと聞け。所詮女の力だと男の足元にも及ばんのだ。さあ、まずは中で酒でもついてもらおうか。どうしようもない男たち。レイレ、あとはお願い。いい加減にしなよ。こっちは闇の住人を倒し損ねて力が有り余ってんだから。ニーハオ。はいはい、分かってるって。ちょっと懲らしめるだけって言うんでしょ。まだやるの？やめときなよ。ユイに任せて強がったってろくなことないからさ。化け物め、やれ、やっちまえ。化け物だって？失礼だな。誰がどう見たって教師だろ。あ、そっか、教師って化け物か。死ねえ。これじゃあまとめていくよ。ありがとう、レイレ。もう、いつも私が肉体労働なんだから。これでか弱い私でも、この町に宿泊できるわ。か弱いね。くそ、女、よくも。あ、失礼。人間にも、ダークストーカーズに劣らない卑しい部分がある限り、闇を絶やすことは難しい。こんなものではないのだ。こんな魂の抜け殻の鎧などにもう何の興味のかけらもわかん。私が欲するのは妖気漂い、自らも血を求める鎧や武器なのだ。聞けば、纏うものを食い尽くす禁断の鎧があるという。私の目には、もうその闇の鎧しか映らん。
オーナー、例の男が町の入り口に到着したとの連絡が入りました。そうか手厚いもてなし忘れるな。出し物じゃ。わしは大男に20行こう。わしは負けに30、勝ちに50、負けに100。10か。闇の剣だ、あれ闇の剣だ、闇の力、闇の力だって。闇の住人だ。闇の住人です。力を試そうと戦いをけしかけていて助かりました。すぐ守衛を集めて仕留めさせます。待て、まこと闇の住人であれば人間ごときがたとえ千人より集まってもかなうわけはあるまい。この男は闇を狩る狩人としてこの町に現れた。余計な詮索などしなければ問題もあるまい。我々は雇い、奴は雇われたのだ。しかし、まさか闇のものだったとはな。いい剣だ。お噂はかねがね、誰も倒せぬという闇のものと互角の、いやそれ以上の力を持つ男。闇の力に人間など歯が立つはずもないのに。雑談はお嫌いのようで。では本題に入りましょう。この町に入る峠に凶悪な闇の住人が陣取っておりまして、我々は困り果てておりました。この世には神も仏もないものかと思っていましたところ、闇の狩人とヴァンパイアハンターなる仕事人がいるとか。ぜひとも我々もその正義の使者にお助け願おうと連絡を取らせていただいた次第です。報酬などいらん。これまた噂通り。しかし我々凡人には金は必要。峠の鬼の噂で客足が遠のいてしまっていました。これでこの町もより一層栄えるでしょう。北の峠だな。場所だけ分かればいい。お待ちを。恐れ入ります。表から帰られるのはお控えいただきたい。ここの客人が驚いてしまいます。先ほど申しましたように鬼には皆怯えていますので。闇の狩人と重宝がられても、所詮は人の世の光の中では生きてはいけない。この町の光が狂っているのか、それとも私の求める光が狂っているのか。お前はここまでにした方がよい。私のくだらぬ生き方に付き合って、命を危険にさらすこともないだろう。くだらない生き方。どうした？
町に着いたのか？ん？まだ山の中ではないか。なぜ止まる？ここの闇の住人の出る峠ではないか。急げ、すぐ馬を走らせろ。よくご存知で、噂によればここはまさに闇の住人の住む場所、陽気漂う峠よ。だからじゃ、急げ、早う立ち去ろう。我々もそうしたいところは同じ。早く町の賭博にて皆様に遊んでいただきたいところですが、せっかくの峠道、一つ人助けに手を貸してもらえんか。人助け？この峠は町に客人を運ぶには欠かせぬ道。この峠を安全に通るには消さなければならぬ邪魔者がおる。まさかお前たち闇の住人を倒すというのか？無理だ、早う逃げよう。峠の鬼の首には大した報奨金がかけられている。金のため、いや町のために、ここは人肌脱いでも罰は当たるまい。やつは血を好む。どうにも手助け願わぬとこちらも困るでな。お前たち、狂っている。こいつらは狂っている。おい、どうだ、まだ何も気がしねえ。やっぱり血だ。この辺りに血の匂いをまき散らせ。さっさと貴様にあり。なんだ、おい、馬をおとなしくさせろ。後ろか。やだ。この鎧だ。この鎧を持ち帰れば大金が手に入る。抜かるなよ。おこの我が欲しいだと太平と言われる戦のない時代に水強な者がおる。しかしそのような者がおるゆえ、我は多くの血を浴びることができるのだ。してそちたちは強いのか。我は強き者を好む。我はこの刃と共に強き者に地獄の夢を与える者なり。なんだそいつは。この者は先に我に求めた者なり。我と共に多くの首を刈り、長きの年月累々と屍を積み上げた強者なり。こやつよりそちたちは強いのか。ならば我をくれてやる。共に地獄を味わおうぞ。剣と申す。強き者はこの剣を奪い、この鎧を剥ぎ取ってみせい。見よ。ぬるいぬるい。まさかその程度の腕でこの鎧を欲していたのか。とんだ生くらいの頭よ。聞いたりぬ。いや、聞いたりぬな。もっともっと返しを吸わせろ。切り取りぬ、切り去りぬぞ。神よ。じゃあ血を吸わせろ。おかしよ、わしは無関係だ。何、鎧が欲しいだと。太平のように追挙な者もいるものだ。言っておらぬ。そんなこと誰も言っておらん。奪い取るがよい、この鎧を。ん？闇の剣ではないか。うぬは鎧が欲しいのではないな。我が魂を奪いに来たか。そっちが欲しいのは魂か。
さて、どちらが剣の露と消えることになるか戦おうぞ。そして共に存分に返り血を浴びようぞ。汚れた血など浴びる気はない。全てを消し去ってくれる。さすがは闇の者、愉快じゃ愉快じゃの。何者だ？拙者は力を求め、己を惑わす鎧に手を出してしまった愚か者である。そちの多大なる決意に鬼の鎧は混乱し、一時呪縛が緩んだのだ。闇の力を持つ者が闇の根絶を願う。それは己の存在をも否定することにはならぬか。自決は自命への裏切り。生き続けなければならぬ道の矛盾はあえて話すまでもない。ただこの体より流れ出る血を見て喜びすら感じてしまう。汚れた血を全て吹き出ろと。できればその剣にてとどめを願いたいほどだ。このくだらぬ血を消し去ってくれ。哀れな男よ、闇への憎しみを己の体に感ぜねばならんとは。だが死ぬるたやすさを嫌い、今まで戦ってきたお主の生き様を無駄にするではない。お主の生き様は迷える純粋な魂の道。その探求はもはやお主だけの問題ではとどまっておらぬようだな。
生き抜いてみせてくれ。闇にも惑わされぬ人の道を示してくれ。闇に惑わされぬ人の道か。夢なのかもしれんな。夢で終わらせないでほしい。その夢は我々が見失った道なのだ。我々の名。ほら、鎧です。鎧の方が落ちています。そうか、鎧か。ついに闇の鎧が手に入ったのか。人間とは戦を望み、己が欲望を追い求める。そして幾度の地獄を作り出し、殺戮に狂気を覚え出す。闇の鎧とは長き歴史の中作り上げられた醜い殻なのだ。哀れなる真理よ。鎧か狩人の剣か、どちらかが手に入る作戦大成功です。ついについに手に入れたぞ。これだ、これこそ闇の鎧だ。戦の時代が終わっても、あの鎧は狂った主を求め続けるのだ。お飾りに甘んじるなどありえん話だ。鎧は今一度拙者が着よう。この狂った鎧を倒せる者こそ真の武人であることを知った。私は再びこの鎧をまとい、鎧の試練に打ち勝つことが己の道を極めることと、やっと悟ることができた。あの男の無謀ともいえる生き方に拙者も負けぬよう生きてみたいのだ。見届けてやってくれ、この男を。もがきながらたった一人で貫く道、誰かに見守られていると心が救われるというものだ。心が救われる、見守られていれば。わかっておらんな、地球の美しさを。このような醜い雲で覆ってしまっては、地球の美しさが台無しではないか。聞けばダークストーカーズという輩が人間から光を奪うために地球を闇で覆ってしまったという。地球はもっと愛されるべきだ。それは支配者である。ここにいるハイロンが必要とされるのだ。先ほど
の権力者、家族制度のデータに注目すべき点が多い。もう一人いれば計算上では可能だ。何が可能なのだ、フォボス。それはパイロンの抹殺である。だから私は喜んでいるのだ。この地球という星には化石的生命の証、戦いというものが残っている。さあ私に思い出させてくれ、疑惑の戦いの味を。人間なんて弱い、人間なんて弱いはずなのに。姉さん、あいつだね、私たちの商売敵は。そのようね。ひどい傷。ごめんなさい、驚かせてしまって。さあ、その人に早く水を。何してんだい、早くしないと死んじゃうよ。君のお仲間なんだろう。仲間なんかじゃない、この野郎。レイレ、なんて性格してんだい。素直じゃないんだから。死にそうな人を前にして何なんだよこの態度は。それよりレイレ、まだ息はあるね。でもこの傷じゃあな。お願い、もう一度お水を汲んできてくれる？大切なものなのよ、人の命って。この人はまだ生きようとしている。この世にやり残したことがいっぱいあるんだわ。私たちは今何かしてあげられる。そう、この人を助けてあげることができる。あなたの素直な心のままでいいの。心のままにもう一度行動してあげて。やだね、子供って。変なところで意地張っちゃって。優しさの裏返しでしょ。あの子は殺伐としたこの世にも生まれた悲しみをしている。強がりや意地がなくては優しい自分を守れないのよ。まだまともに動けないんだ。じっとしてなよ。私たちは敵ではないはずです、少なくとも。ですが、あなたが何者であるかは伺いたいと思います。申し遅れました。私たち姉妹は闇の狩人です。多分あんたと同じ商売のね。ん？そうなんだよ、よく聞いたよ。この薬、この薬を持っていなかったらあんたも死んでいただろうさ。それは。そう、これは闇の住人の薬さ。ターゲット発見、直ちに殲滅する。ターゲット発見、直ちに殲滅する。
私はこの体に流れる闇の血を恨み、そしてこの世の闇を全て消し去ることで自分の生きる価値を見出そうとしている。己の半分の血を嫌うため闇と戦うことで魂を清めようとしているのだ。それで何か変わるのか、私にはわからない。しかし今そうして生きるしかないくだらぬ男、それが私だ。フォボスよ、お前に何がわかる。よかろう。では彼らを全て集めようではないか。そして私の真の力を持ってその生命に終焉を迎えさせてやろう。なんだこの光は。太陽だ、太陽が戻ってきたんだ。おい、どういうことだ。太陽が2つ、いや3つもあるぞ。これは本物の太陽なのか。惨めな生き物、ヴァンパイアたちよ。
trouble. It's getting out of hand. Gonna be trouble. Your beauty and the man. Wanna rumble? How about tonight? They want a war. Just let me try. Gonna be trouble. Baby, I'm a trouble man. Come on, don't you understand? I give you double, baby, I'm the trouble.